医療技術が進んだ現代、よほどの怪我や難病でない限り治療は難しくありません。また麻酔のおかげで痛さを感じることもなく、眠っておる間に手術は終わってしまいまする。ところが戦国時代に目を移せば、あまりにお粗末な医療が目につきすぎるやもしれませぬ。もちろん苦痛を伴いまするから、医療現場は想像を絶する光景だったのじゃ。そこで戦国時代の医療と題し、その凄まじい実態をご紹介してまいりたいと思いまする。病気は怨霊や悪性のせい？疫病にまつわる迷信とは、病気の主な原因になるのは病原菌であったり、生活習慣であったり、精神的なストレスなどが考えられますが、戦国時代の日本人にそんな知識などありません。人が病にかかるのは怨霊のせいであり、その怨念が物のけになって人を襲うと信じられていました。また時の権力者が悪い政治を行った場合、神仏の怒りによって疫病が広がると考えられていたのです。そのため日本では古くから火事祈祷が行われてきました。つまり怨霊や神仏の怒りを鎮めるため、祈祷師や高僧がお祓いや読経をしていたわけですね。現代でも神頼みという言葉がありますが、神仏を敬う気持ちが強いからこそ誰もがそう信じていたのでしょう。とはいえ、医療に関する知識が全くなかったわけではありません。中国から薬の知識が入ってきたことで漢方療法が盛んとなりました。また健康オタクとして知られた徳川家康をはじめ、薬に精通した武将もたくさんいたようです。とりわけ美濃の稲葉一徹という人物は、武将なのか医者なのかわからなくなるほど医療に通じていたといいます。例えば医者が匙を投げた腫瘍を自ら切除して治療してみたり、あるいは天然痘にかかった子供を診察し、処方した漢方薬で全快させることまでやってのけました。ちなみに天然痘ワクチンが発見されるのは19世紀初めのこと。その300年も前に特効薬を処方していたとは驚くほかありません。死の病といえば、癌や天然痘、結核などが挙げられまするが、戦国時代には地方風土病が猛威を振るっておりました。とりわけ有名なのが、甲信地方で大流行したという日本重血吸虫症という、少々読みづらい病気でござる。これは人間の皮膚から寄生虫が侵入することで発症するのじゃが、生体になるや血液の流れによって運ばれ、肝臓に大きな影響を与えるとされています。そして感染者は肝硬変を患って重篤な症状となり、やがて死に至るのだそうじゃ。この病気の恐ろしい点は、人間が水に浸かっただけで感染してしまうということ。つまり水を張った田んぼは寄生虫の巣窟となっていたわけですな。とはいえ、農業をする上で田んぼへ入らないわけにはいきませぬ。有効な予防法がないために、多くの人々がこの病気で亡くなったといいまする。ちなみに武田24将のお一人、小畑盛政様もこの病気で命を落としてしまわれたとか。余命わずかとなった政盛様は、主君武田勝頼様に糸まごいをするべく善光寺で目通りなされまするが、もう腹水で腹はパンパンとなり、手足は枯れ枝のように痩せ細っておりまする。勝頼様はその悲しい姿を見て、思わず涙をこぼされたそうじゃ。さて、この難病が解明されたのは明治になってから。そこから長い時間をかけて予防法が見出され、ようやく収束宣言が出たのは、実に平成8年のことでございました。これは痛すぎる、ひどすぎる矢傷の治療法とは。戦国時代の合戦において最も死傷率の高かった武器が弓矢です。鎧や兜で身を固めているといっても 100% 防げるわけではありません。むしろ数えきれないほど飛んできますから、鉄砲に比べて段違いに効果的なのです。さて、矢が刺さった場合、もちろん抜く必要があるのですが、そのやり方が乱暴そのものでした。もし矢が貫通していれば、まず矢尻を折ってから抜けばよいのですが、
中途半端に刺さったままですと地獄です。矢尻には返しがついているため簡単には抜けません。また手で抜こうとしても歯が立たないのです。そこで重宝されたのがやっとこでした。まず負傷者の体を固定して動かないようにしておき、のと呼ばれる軸の部分をやっとこで挟みます。そこから両手で力任せに引き抜いたといいます。もちろん麻酔などありませんから、負傷者は死ぬ方がマシなくらいの激痛を味わったことでしょう。しかし早く矢を抜かないと皮膚にめり込んでいくため、有無を言わせず処置が施されました。ちなみに止血する際にはガマの花粉やヨモギなどが用いられていたとか。戦場に出るということはそんな地獄の苦しみを味わう危険性と背中合わせだったのです。こうした医療を行う医師のことを近装医と呼んでおります。いわば従軍医師のことでございまするが、軍勢が出陣する際には何人もの近装医たちが付き従っており申した。とりわけ次週の僧は医療に精通していたものが多く、それは開祖一平様の教えによるものだったそうじゃ。鎌倉時代、一平様は戦乱の世で戦死者の弔いをする傍らで傷ついた武士の治療に当たっておられ申した。そんな姿を見た弟子たちの中には、私も傷ついた人を治療したいと医療を志す者が現れたそうじゃ。やがて次週の僧の中から天皇の診療を行ったり、室町将軍のお抱え医師になる者が出てまいりました。そして戦国時代、次週の僧は外科専門の医療集団として認められ、近装医としてあらゆる戦場で役立ったといいまする。ただし世の中には悪い人間がおったもんで、近装医が儲かるからとろくな知識もないまま医術を行う不届き者もおり申した。さて近装医がいくら優れた医師だとしても、足軽など下級兵士がお世話になることはありませぬ。主に上級武士などの治療に当たるため、大多数の負傷者は仲間内で応急処置を施す、もしくは不衛生な現場で見よう見まねの治療に当たるしかなかったのじゃ。これも痛い。鉄砲傷はどのように治していた？さて次に鉄砲玉を受けた場合の治療法です。これも近装医が受け持つことになりますが、矢傷と違って専門的な知識が必要でした。まず第一にすべきは体内に入った銃弾を摘出することです。鉄砲玉は鉛でできていますから、放置しておくと深刻な鉛中毒を引き起こします。あの井伊直政も死因は鉛中毒だったとか。ところが銃弾は体の奥深くに食い込んでおり、それを取り出すのはまさに至難の技でした。ここでもやっとこを使用しますが、挿入しようにも傷口が小さすぎて入っていきません。そこで傷口を切開して広げる方法が取られました。ただ麻酔などない時代、その苦痛は想像を絶するものだったに違いありません。舌を噛んだり食いしばって歯が砕けないよう布を固くして負傷者に加えさせました。そして着付け薬を与えつつ止血をし、小刀で一気に皮膚を切り裂きます。ほとばしる鮮血、そして負傷者の絶叫、きっと現場は修羅場になったでしょう。あまりの苦痛で気を失うことさえあったはずです。ようやく傷口を広げた後、やっとこを挿入します。そこでようやく奥深くにある銃弾を取り出しました。ただ戦国時代も後半になると、南蛮から伝わった技術をもとにオリーブオイルやアルコール、ラードなどが用いられたようです。これは消毒、殺菌の意味もありながら、やっとこが傷口へスムーズに入り込めるよう潤滑油の役割があったものと考えられます。当時から近装医療は専門的で難しいものとされており申したが、なんと戦国武将様でありながら専門知識を持つだけでなく、自ら外科手術を手掛けられたお方がおられ申した。それが鬼島津の異名を取られた島津義弘様でござる。そもそも島津の将兵は命を顧みず戦う彪悍さが特徴でございました。そのため負傷率も格段に高かったのじゃろう。しかも義弘様は徹底した現場主義者でございまするから、
経験や知識を積んでいくことで一流の金創医としての腕前を持つに至られ申した。その治療法は驚くばかりでござって、止血点を布で巻いて出血を止めてみたり、傷口を洗浄消毒した上で切開に踏み切ったり、あるいは傷口の縫合を自ら行うなど、現代に通じる技術を持ち合わせておられたのじゃ。それだけではありませぬ。腸が飛び出てしまったものがおれば、体を温めつつ呼吸に合わせて体内に戻すといった処置を施されたとか、さらに負傷者を落ち着かせる方法も取られておりまする。それは苦しむ負傷者の痛みを和らげるため、耳元で密教神言を唱えるというもの。これは医師の催眠作用をもたらし、まるで麻酔のような効果があったものと考えられまする。つまり義弘様は心理療法すら有効活用されておったわけですな。現代ではありえない驚きの出産方法とは。現代の出産といえば、専門の産婦人科で安心安全な分娩をするイメージがありますが、果たして戦国時代の出産とはどのような感じだったのでしょうか。まず当時、産婦人科医はおろか産婆さんすらいません。ちなみに産婆という助産婦は江戸時代から登場しますから、専門的な介護もなく近親者の立ち会いのもとで産むことになりました。また出産する場所は産屋という小屋の中に限られたといいます。なぜなら中世の日本において出産は汚れだと考えられていました。これは出産イコール血を意味し、もし自宅で産めば家全体が汚れてしまうことになります。ただしそれは一般庶民の話であり、屋敷の中にいくつも部屋を持つ武士の場合、出産は室内で行い、出産後はその部屋を使わないことで汚れを避けていたようです。さて、出産の際は座り分娩が一般的でした。これは天井から下げられた綱を引っ張って体を支え、腰を浮かせた正座のような体勢です。重力の作用で胎児が出やすくする方法だったのでしょう。こうして無事に我が子が誕生しますが、苦しいのはそこからです。頭に血が上らないよう、産後の7日間は椅子に座らせたまま放置されました。眠たくても横になれず、しかも絶えず誰かが見張っていたといいます。さらに産後に栄養価の高いものを食べると毒になると信じられたことから、ほんの少しの食べ物しか与えられなかったとか。産んだばかりのお母さんは身体的な苦痛と睡眠不足、そして栄養不足に苛まれたわけですね。まさに当時の日本は迷信が幅を利かせていたのです。庶民の出産はいろいろ大変だったのじゃが、一方将軍家や戦国大名家の出産はどんな感じだったんじゃろうか。座りながら出産するサザンは庶民と変わることがなかったようじゃが、かなり大掛かりだったようじゃ。まず出産の葬式を取る男性家臣が選ばれ、安産を祈願するため御利益のある寺社へ使者が派遣され申した。さらに安産を祈るための修験者が妊婦のそばに控え、魔除けの浜弓を鳴らす者も同席いたしまする。またお産を解除する侍女たちも大勢働いておられたとか。こうして無事に出産は終わりまするが、今では考えられない風習が行われておりました。とりわけ特徴的なのが恩恵な納めという儀式でござる。これは胎児とともに出てきた胎盤をきれいに洗い、丁寧に布でくるんで良い方角の山へ埋めるというもの。そうすることで子供は長生きし、武勇と徳を備えた大人に成長できると信じられておりました。ちなみに現代では分娩の際に排出された胎盤や細胎は指定された業者が回収して処理することになっております。戦国時代の人々から見ればさぞもったいないと思うことでしょうな。こたびのお話いかがじゃったじゃろうか。聞いておるだけで痛かったんじゃなかろうか。ほらお主顔が引きつっておりますぞ。さあほれ笑顔に戻って。お主が体験した医療の体験談もやぶみコメントでぜひ教えてちょ。毎日戦働きして傷は大丈夫ですかって。これ死ぬ傷大丈夫でござる。わしは名古屋城で会う皆の笑顔が何よりの薬でござる。
こんな傷ぐらい皆に会えば治ってしまいまする。ゆえに皆も笑顔で名古屋城にわしに会いに来てちょよ。名古屋城で待っておりまする。最後に重大発表でござる。この度公式 LINE ができました。公式 LINE では歴史を学べるクイズ、初級中級上級とござるで挑戦してみてくだされ。そしてわしの名古屋城出陣情報もわかりますので、これから名古屋城に来る方は来る前に登録してくださいませ。登録は無料でござる。概要欄からどしどし登録お願いいたしまする。はい、こたびはどなされ申した。日々楽しめておらん。それでは LINE チャンネル登録をしていただいて、1日1回動画の視聴、そして高評価とコメントをいたせば回復するはずでござる。元気になりましたな。それではお大事に。それではまた。